185センチのトルコのデミールが赤、ポーランドのクミスが186センチです。22歳の赤のデミール、青のクミスはポーランド28歳です。この対戦はどうでしょうか。これはですね、トルコはかなり世界選手権での成績もいいようですね。トルコはですね、はい、昨年世界選手権で5位ですね。これは昨年の世界選手権は5位ですか。はい、はい、5位ですね。そして一方のポーランドは、はい、今年のヨーロッパ選手権で4位になってますね。今年4位ですね、はいはい、今年4位で、ですからトルコは3位ですね、ヨーロッパ選手権では、はい、ヨーロッパ選手権3位4位の戦いですね。そうですね、はい、まあ、互いに相手は知っています。まあ、こうやはり相手を知っていると逆にやりやすい、やりにくいという点ではどうなんでしょう。はい、ここはまあやりやすい反面やりにくいんですが、お互いに安心してますので、はい、まあ、まあよく知ってるから、まあ、やり逆に言ったらやりやすいでしょうね。そうですか、はい、お互いに、はい、まあ、大体相手の攻め方も分かってきているわけですね、はい、知らない選手よりはやりやすいと思います、はい、でこの両者はタックルに来ました。チャンス、これはインポイント取りました。赤のトルコのデミールがワンポイント取りました。はい、実力は両者拮抗してます。でトルコのデニールの方がちょっと上だと思いますね。はい、トルコがワンポイント取りました。試合が始まって1分40秒を経過しています。5分1ラウンドで争います。このレスリング競技、5分間とにかく積極的に攻めていかなければいけないことと、それから先にポイントを取ること、これが大切です。またタックルに行きました。このタックルはなかなかトルコいいですね。いいですね、はい、重量級ですがいいタックルしてますね、はい、なかなかこの130キロクラスでは相手の懐に入ってタックルをするというのは難しい技ですよね、はい、軽量級のようにまあ非常によく動いてますよね、はい、まあ、重いクラスでもこれだけ動きがスピーディーですと技を仕掛けるのも難しいわけですが、よくやっています。トルコのデミール、185センチのトルコのデミール、一方のクミスは186センチです。ポーランドのグラボーで生まれましたクミス、足を取りましたトルコのデミールです。トルコのこのデニール選手はタックル前ですね。前ですね、なかなか、はい、130キロ級でこれだけ動いてですね、はい、タックル取れる選手少ないんですよね。ないですね、はい、まあ、それだけにその先制ポイントを取って、そしてまた攻勢に常に積極的に出てます ね。 そうですね、やはり一つ大きな武器があればそれで相手にこう、はい、優勢に進めていくことができるわけです ね。 そうですね、やっぱり得意技を持ってないとダメですね、はい、この格闘技はみんなですね、その得意技をいかんなく競技の中に発揮していくと、はい、そうなれるようになりますとチャンピオンになる道につながるということになる、んですね。そしてまた相手がそれを警戒するということもこれは大きなねプラスになっていくわけですね。いいタックルですね、はい、いいタックルですね。また捕まえました。タックルからまたポイントを上げまして3対0です。この、はいはい、トルコのデニール選手はこれ3回タックルを決めましたね。すべてポイントはタックルで取ったポイントです。3対0、これは重量級では珍しい選手ですね、はい、今度は逆にクピスがタックルに行きましたがこれはなりません。また足を取った、これはうまい、前ですね、本当にあっという間に足を取ります、はい、そしてバックを取ってこれでワンポイント、膝をつきました。これは重量級では貴重な選手ですね、はいはい、なかなかうまい攻めを行います。このトルコのデミール、まあ、この130キロクラスでは長いことアメリカとまあ、当時のソビエトで争ってきた階級ですがね、はい、まあ、しかしトルコもこれではなかなかうまく、はい、勝ち進んでいけそうですね。そうですね、ソウルオリンピックで優勝したのは EUN、まあ、当時のソビエトです、はい、ソビエ、まあ、当時のソビエト、はい、ゴベデシビリ選手ですね、まあ、やっぱり重量級は EUN、アメリカ、それから昨年の世界チャンピオンドイツ、この辺がやはり力が拮抗していると思いますね、はい、
本田多門は残念ながら1回戦敗れています。しかし予選ラウンドは2回敗れると失格ですが、まだ1回だけです。まだまだ十分可能性があります。本田多門130キロクラスの1回戦、トルコのデミールとポーランドのクミスの残り時間はもう40秒を切ろうとしています。またタックルに行きました、トルコデミール。これはどうでしょう、これはダメ。ああこれは切られましたね、はい、しかし4対0と4ポイントリードしてこのまま逃げ切りそうです、トルコのデミール。まあ、この重量級の場合にはもうとにかくワンポイント取れば非常にこう有利に試合が進められます ね。左を差してまた足を取りに行きます。やはり足を取るということは相手が非常にこう苦しいバランスを崩すわけですから、非常に大きなポイントになりますよね、はい、このタックルというのは要するに、あ逆にタックル行ったのはポーランドのクビス、はい、レスリングは両肩をマットにつければいいわけです。1秒間で、そうですね、一番いいのは立っている相手を倒して肩をつけると、はい、そこでタックルというのは両足で人間立ってますから、それを取り払って倒すと、これが一番効果的なんですね、はい、結局トルコのデミールが4対1、3ポイントリードしてポーランドのクミスを破りました。トルコのデミールはなかなかタックルの上手い選手でした。ご覧のように大きなポーランドのクミスをタックルしてからポイントを重ねていきました。130キロクラスの1回戦、トルコのデミールがポーランドのクミスを